朝ラッシュでもホームは意外と空いております。さあ、ここは東京都台東区 JR 京浜東北線の上野駅です。今回はこの上野駅から大宮駅を目指したいと思います。上野から大宮は上野東京ラインでビュンと行きたいところですが、今回は京浜東北線で行きます。さらに京浜東北線でも複雑な方法で向かいます。今日乗ります京浜東北線の北行きは、根岸線の方からずっと北の方向へ進み、最終的には大宮まで向かう路線です。大宮行きが基本とはなりますが、それ以外にもいくつか途中駅止まりの電車が運転されております。ということで、今回はそれをうまく利用し、京浜東北線の北行きで刻み乗車。この上野駅から近い行き先順に電車を乗り継いでいきたいと思います。なお、蒲田行きや上野行きも運転されていますが、いずれも深夜帯の運行ということで日をまたいでしまいますので、今回は省略させていただきます。今回は上野駅を考慮して、この上野駅をスタートとします。ということで、今日乗る1本目の電車がこちら、上野駅8時56分発東十条行きです。あまり聞かない行き先だと思います。京浜東北線の東十条行きは平日、土曜、休日ともに午前中に1日1本のみ運転される珍しい電車となっております。1本目からレアな電車です。さあ、やってきました。こちらが今日の1本目、東十条行きです。おなじみの E233 系1000番台での運転です。こちらに乗っていきましょう。上野駅を発車、京浜東北線北行きの刻み乗車の旅がスタートしました。まずはこの電車で東十条駅を目指します。この先の田端駅までは山手線との並走区間です。特に接続や追い抜きなどは行われず、それぞれのペースで走っていきます。そして車内はガラガラです。朝ラッシュの時間帯はだいたい秋葉原駅くらいまでで通勤客は降りてしまい、そこから北の区間は山手線も含めて空いております。東京の朝ラッシュイコール混雑というイメージもありますが、必ずしもそうとは限らないようです。そして今回のルートは一部区間を除いて上野東京ラインと並行していきます。ちょうど目の前に見えているのがその電車です。あちらは途中駅こそ通過していきますが、上野駅を発車するときポイントをたくさん渡るため非常にスローペースとなっていきます。こちらがトレインビジョンの画面ですが、上野から東十条がちょうどすっぽり入る距離感、駅数となっておりました。さらに全区間が乗る路線図もありますが、変なところだけ色がついております。東十条駅でしか見られない映像です。山手線の電車を目の前に見ながら、電車は田端駅を発車します。ここで山手線とはお別れし、奈駅が上野東京ラインとも並行しない京浜東北線独自の区間を走っていきます。車内は降りる人ばかりで、駅に停車することにどんどん人が減っていきます。田端駅を出ると京浜東北線はすぐにトンネルに入ります。ここで山手線をくぐり完全にお別れ、北の方向へ電車は進んでいきます。さあ、まもなく電車は終点の東十条に到着します。この駅は中線に到着なのですが、1日2本しかないレアな入線ですので、全面展望を見ていきましょう。中線は配線的には南へも出発できるようになっております。そして普段はあまり使われない線路ということで、非常にゆっくりとホームに入っていきます。中線のホームにはホームドアもついておりません。まあ、この使用頻度であれば転落事故はほとんど起きないでしょう。終点の東十条に到着です。はい、東十条駅に到着です。乗ってきた電車は回送電車となるそうです。現在降車確認が行われております。東十条駅は直営駅ということで、 JR 東日本の駅員さんが1日1回だけの降車確認作業を行っております。さあ、回送電車が発車していきます。この後は北側に電流線がありまして、そちらに入っていくようです。東十条の電流線には10本くらい電車を留置することができます。平日の朝の時間帯を中心に、ここから出庫する東十条始発の電車も運転されているようです。ということで、1日1本の東十条行きでした。
さあ今日2本目の電車がこちら、東十条駅9時22分発赤羽行きです。京浜東北線の赤羽行きは平日の朝8時台から10時台に1日6本運転されております。赤羽行きというと埼京線のイメージがある人も多いと思いますが、京浜東北線にも設定されております。なぜでしょうか、見ていきましょう。中規模の駅ですのでスマートホームドアとなっております。さあやってきました、こちらが赤羽行きです。車内は超ガラガラです。ほとんど人は乗っておりません。東十条駅を発車、次が終点の赤羽です。京浜東北線の北行きには一駅ずつ途中駅止まりの電車が運転されております。これは刻み乗車をしているからこそ発見できる京浜東北線の面白要素です。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。先ほどの東十条止まりの電車がちょうど見えます。おそらくこの後引上線から車庫に入庫していくことでしょう。東十条の車庫は赤羽側からの方が入線しやすくなっております。高架区間に入り、電車は間もなく終点の赤羽に到着します。赤羽は駅近くにもたくさん高い建物があり都会な感じがします。赤羽駅は特に中線ホームはありませんので本線上の2番線に到着します。さあこの電車は到着後この後どうなるのでしょうか、この先も見ていきましょう。この時間帯はまだまだ北行きの電車が供給過多のレベルで運転されていますので、そんなに駅で待っている人も多くはないようです。赤羽に到着です。はい、赤羽です。一駅一瞬で終わってしまいました。電光掲示板には当駅止まりと書いてあります。この後この電車は引上線に入っていくようです。現在降車確認が行われております。回送電車が発車、こちらはこの後折り返し南行きの電車となります。おそらく南北の本数をうまく調整するためにこの赤羽行きは運転されているのでしょう。赤羽発着の電車は朝ラッシュのピーク後の時間帯のみ設定されております。引き上げてすぐに折り返す便ですので車掌さんも乗務しておりました。1日6本、珍しい赤羽行きの電車でした。さあ今日3本目の電車がこちら、9時30分発の南浦和行きです。京浜東北線の南浦和行きは1日中運転されております。ここから先は珍しさをあまり感じないかもしれませんが、この時間帯ならではの面白要素がいくつかあります。引き続きお楽しみください。さあやってきました、こちらが次に乗ります南浦和行きです。京浜東北線は車両がすべて同じの E233 系ですので、そこの楽しみはないのは少し残念。209系時代の方がバリエーションがあって車両面では良かったかもしれません。赤羽駅を発車、終点の南浦和駅を目指していきましょう。途中は川口、西川口、蕨の3駅を通っていきます。車内はそんなに混んでおりません。やはり本数が多いせいでしょう。上りと下りが途中で切り替わる京浜東北線のダイヤ設計には JR も結構苦労していると思います。そして電車は荒川新河岸川を渡り、ここで東京都を出して埼玉県に入ります。上野を出発してからここまでで40分くらい、上野東京ラインでしたらとっくに大宮に着いておりますし、京浜東北線でゆっくり行っても大宮に着ける範囲です。上野東京ラインが早く、京浜東北線が遅いというイメージもあると思いますが、京浜東北線も意外と駅間が長く結構スピードを出していきます。マンションが大量に見えますが、まもなく電車は川口駅に到着します。今は京浜東北線しか止まりませんが、今後上野東京ラインが止まるかもしれないという話があります。西川口や蕨と比べれば確かに規模の大きいですので止まっても良いかもしれません。ただ高崎線や宇都宮線から東京までの所要時間が拡大してしまうデメリットもあると思います。なんとか折り合いがつくと良いです。次は終点南浦和です。さてなぜ南浦和駅が運転されているのかと言いますと、ご覧のように南浦和に車両基地があるからです。朝ラッシュの運用を終えた電車が次々と入庫しております。ちなみに以前この動画でご紹介しましたが、午前7時半くらいですと全く電車が止まっておりません。それはそれで面白いですので、ぜひご覧ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。ということで電車は終点の南浦和に到着します。
南浦駅は2面4線の駅となっており、この電車は南行きのホーム2番線に到着します。ここは少し厄介なところかもしれません。日中は大宮方面の電車に対面で乗り換えできるように3番線に到着することになっております。南浦に到着です。はい、南浦に到着しました。乗ってきた電車は折り返しではなくて回送電車となるそうです。先ほど見ました車両基地に入っていくことでしょう。さあ、こちらは南浦駅の京浜東北線の南行きの時刻表なのですが、赤丸印がついているのが南浦始発の電車です。で、よく見ますと平日朝9時台だけは南浦始発の電車が運転されておりません。8時49分の次に運転される始発電車は約1時間半後の10時25分発となっております。どうやら南浦始発の南行きの電車の運転をやめることで京浜東北線の本数が調整されているようです。ここは意外な要素でした。さあ、今日最後の電車がこちら、京浜東北線の終点まで行く大宮駅です。こちらは1日中運転されており、日中は10分間隔となっております。ただしこの時間帯はもう少し本数が多く設定されており、だいたい6から9分間隔くらいで走っております。上野東京ラインの上り電車が通過しつつやってきました。こちらが大宮駅です。終点の大宮までもあと少しのところまで来ました。南浦駅を発車。大宮駅は日中は10分間隔と少なめなのですが、南浦から浦の区間を中心に意外と人が多く乗っております。 JR としても北浦に車庫が作れたら本数も利便性としても都合が良かったのだろうと思います。京浜東北線の中では少し不便な区間かもしれません。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。さあ、電車は終点の大宮に到着します。上野駅から東十条駅、赤羽行き、南浦行き、大宮行きと刻んで乗車してきました。上野東京ラインですと25分くらい、京浜東北線でも40分くらいでたどり着けるところを今日は1時間8分かけました。ちょっと長めです。終点の大宮駅は端のホーム2番線に到着です。はい、お疲れ様でした。終点の大宮駅に到着です。まあちょっとやっぱり長かったですね。普通の感覚ではいけないのがこの刻み乗車ですが、それでも東十条駅や赤羽行き、さらには南浦始発が朝の9時台にないことなど、いろいろ皆さんに紹介できたと思います。ちなみに乗ってきた電車はこの後は折り返し快速電車となるようです。朝ラッシュの時間にスタートしましたが、現在は日中の快速の時間帯になってしまいました。はい、ということで今回は京浜東北線北行きの刻み乗車をやってきました。この京浜東北線の刻み乗車ですが、明日南行きの刻み乗車を投稿したいと思います。ぜひご期待ください。そしてもちろん京浜東北線だけではなく、今後も他の路線で刻み乗車をやっていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ということで、最後までのご視聴ありがとうございました。